日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら、私が通勤で使う駅の近くにあるあんこを使ったスイーツが美味しいお店が最近、まあ最近というか今年オープンしたのです。ずっと気になってたんですけど、つい先日ようやく行くことができましたので、そちらの商品を食べていきたいと思います。まずこちらがおはぎ、大福とあんころ餅、あんバター、あんクロワッサン、一方はバターと生クリーム、さらにあんバターどら焼きと粒あんどら焼き、どれも美味しそうですね。ではまずはまずとこのシンプルな見た目の大福から食べていきたいと思います。下の部分がくっついちゃってら、あらら、おぶろぼろ悲劇を避けて生えまして、おお、中のあんこがぎっしり美味しそうですね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。和菓子いやあんこの専門店の力いかがかしら。本当にすごいと思いました。ここまで美味しくさっぱりとしたあんこってなかなかないと思います。それにあんころ餅がまず優しく包んでくれて、大福も来て、あ、さらにはクロワッサンが会計途中に出てきた時はびっくりしましたけど、どら焼きももっちりとしていて、某猫型ロボットもきっと満足するような味だと思います。おはぎは甘さだけじゃなく香ばしさもありますね。きな粉ももちろん香ばしくて美味しいんですけど、黒ごまが特にバリバリカリカリとしているのが本当にたまりません。もっと多くの人に食べてもらいたいなと、そう心から思える和菓子たちでした。まあ一部和菓子じゃないのもありますけど、ごちそうさまでした。まずあんごについてなんですけど、どれもさっぱりとしたホクホクとしたホクホクする食感もある感じられる程よい甘さの美味しいあんこでした。やっぱり、ニコ豆あんこう坊というお店の名前に出すだけのことはあります。で、その上でこのまずはこのあんころ餅と大福はもっちっとした食感のとあんこのさっぱりとした甘さは本当にいつも以上に美味しく感じました。で、カフェオーレ大福、あれ大福っていう名前じゃなかったかな、なんだろう、違う名前ついてたんですけど、あ、忘れた、もう調べて字幕で出しておきますのでね、その辺はご了承ください。ではカフェオレ大福が一番人気ということですが、ちょっとカリッとした何かの食感と苦味もあって、甘いだけではない美味しさを味わうことができました。抹茶は結構芳香でしたね、あんころ餅で。続いての粒あんとあんバタのどら焼き、これらはもっちりとした食感の生地とあんこの甘さ、先ほど話したあんこの味がよく合っています。で、バターが入るとさらにコクも入っていますね。ただ単にあんバターにしているだけではないようです。そして残るクロワッサン生クリームとあんこ生クリームとあんこバター、これ実はなんか他の商品があって会計やってる時にふっと出てきて、なんか商品置いてきますねって置いてきて、でそこで自分がもしいただけるのでしたらこれクロワッサンもくださいって言ったら快く売ってくださいました。ほんなので出来立てを食べることができたんですね。ありがとうございます。もう出来立てということもあるのがクロワッサンがかなりサクサクとした食感で中のあんことよく合っていました。食パンとかでも合うんですけど、それとはまた違った何層にもなっていることによる味の合い深さがありますね。さらにバターの方は当然コクが先ほどのあんバターだけと同じようにあるんですけど、生クリームの方も少しバターが使われてるのかな、ちょっとただ甘いとかさっぱりしてるのではなく少しコクのある味わいでした。なのでその生クリームが一番印象に残っており、美味しかったので今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。